でや。聞こえてるよ。ゲームから追放されたんだ。おお、あ、でも数時間か。待って、見覚えがあるってことか。わあ、すごい。これどっかの寺みたいや。わあ、誰？人っぽい。ガウタム。本来言ってはいけない存在だ。どうして？この部屋はどうだ？見覚えぐらいはあるんじゃないか。そうだね。そうか、なら早、遅かれ早かれお前の記憶は戻りそうだな。そうなると厄介だな。どうして？喋りすぎない方がいいか。とりあえず何かすることを用意しておいたぞ。もう少し待っていてくれ。ガウタも覚えていないのかい？彼はかつて僕の同僚だったんだ。数年前に失踪してしまったんだけどね。はあ、どうして？でしょうね。よし、レア、俺の声が聞こえるか。外に出て通路を西へ、それから南へ進んでくれ。お前の知り合いが外で待っているはずだ。そうだね。そうだよな、見覚えがあるならば知っといた方がね、なんか記憶につながるかもしれないし。西って南ってこういうこと？どこここ水が紫色だ。おかしいな。ざっと覚えてる限りじゃこんなところは制作の初期段階にしかなかったはず。つまりここは間違いなく公式のプレイグラウンドじゃないってことさ。ここについてちょっと調べてみるよ。おう、お前も？他のプレイヤーに会うようにって言われてここに来たんだ。お前のことなんか。なるほどな。それにしてもここって妙な場所だよな。おまけに俺たちここから出られないみたいだ。少なくともテレポートはできないらしい。そもそもどうやってここに来たのかもさっぱりだ。何か知っているか？よくわかんない。まあともかく俺たちレパーティーを組んだ方が良さそうだな。どうだ？よし、それじゃあ OK。 俺とお前だとレベルがかなり違うけど、まあそんなこと関係ないだろうしな。次の目的地は隣の地区にあるこのエリアのクエストハブだ。そこでクエストを受領しろってさ。確かにな。おそらく連れてこられたって感じがするよね。あ、また出ちゃった。誰かが仕組んでるんだろうね。そうとしか思えないけど。ここ、あ、なんかいるじゃん。
なんか気持ち悪いこと言ってる。そしてなんかいろいろ変だ。武器。いらん。これは？サンドイッチあるよ。じゃあ10個。何これ敵？クエストハーブに行くんだっけか。見つけた。新人たちよ。オペレーショントラックウォーカーの一部門、プロジェクトレッドへようこそ。ああ。ああ。三角数地区に位置している。館に入るには同じエリアにあるこのようなデバイスを早速そして起動する必要がある。以上だ。気をつけるように今後祈る。新人？川と三角数ね。とりあえず川と三角数、とりあえず川が下にあるらしいから下に行こうか。これ敵だよな。あん、やっぱそう。戦っちゃいかんかった。あ、これだ。なるほど。ああ、そういうこと？こう。敵や。強っ。マジかよ。ルーカス強で、OK かな。 OK みたい。確かにちょっと大変だね。登れないし。謎解き的にはそんな大したことはなかったね。ルーカス強えな。あ、これ一緒にできるんだ。頭やか。こいつをブレイクさせてこうしてぶつけてやりゃいいのか。難しいなこいつ。レベル 60?オッケー。
頼む。一応攻撃だけ入れとくね。頑張れ頑張れルーカス、頑張れ頑張れルーカス、頑張れ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 、よし。ふう、ありゃ、確かにね。うん？なんだかすごく気味が悪い。とりあえず戻る。いける？あ、いけるね。マップしましょう。短っ。あ、はい。牢獄。ありがとうねルーカス。君がいなかったら僕終わってて。あれ戻ってきた。はえー、待って、ああ、さっき俺がやったよ。そんなんなったらもう。物事を思い出せない。あ、レベルアップした。そらな、60レベルのね、敵相手すりゃレベルアップもするわな。一つや二つ。てか部屋ってどこ？あ、あそこか。じゃあね。